あ、ねえ、帰ってきてくれた？あ、帰ってきたけど。ねえ、見た見た見た。ちょっと読んでよ。ほら、早く読んで。先輩へ。突然のお手紙失礼します。2年3組の山下瑞希です。先輩、私は先輩のことが好きです。ちょっと早くない？好きっていうの。大丈夫？私が先輩のことを意識するようになったのは、数学の授業中にぼんやりと窓の外を見ていた時です。ちょうど校庭では先輩のクラスが体育の授業中でサッカーをしていました。いいじゃん、窓の外のサッカー。ちょっとベタだけど。先輩のドリブルのスピードに誰もついていけず、一人かわし、二人かわし、そしてキーパーと1対1からのループシュート。本当に時が止まったみたいでした。いいよ、あえてのループ表現。時間がね、変わるからね。もしよかったら、本当にもしよかったら、こんな私ですが、一度一緒にお食事に行きませんか？でも、もちろん今彼女がいたり好きな人がいる場合は正直に教えてほしいです。無理しないでください。お返事は私に直接か、私の下駄箱に入れておいてくれたら嬉しいです。それでは、山下瑞希。やっぱすごいね。いいじゃん。そうかな。別に普通だよ。ほい。え？俺。ほら、遠慮しないで食べて。いただきます。ありがとう。え、何？やっぱり、やっぱりこういうの良くないと思う。なんで？なんでって、これは山下さんの言葉じゃないから。え？山下さんが自分で書いた方が、先輩のことが好きだって気持ちがちゃんと伝わると思う。だからこんな風に私が書いた偽物のラブレターで偽物の言葉で告白するのは絶対に良くないと思う。ああ、そういうこと？何？なるほどね。分かった。分かっちゃった。何が？久保もあれでしょ？好きなんでしょ？先輩のこと。何やってんの？バカじゃないの？違うの？違うし。へえ、本当に？じゃあこれ、先輩に渡してもいい？別にいいけど、でもそれでうまくいかなくても私のせいじゃないからね。
ってるの？ほい。え？もうね、告ったんだ、先週。え？もう告白して綺麗に振られた。じゃあなんで私にラブレター書かせたの？告白するためって言ってたよね。そうね、ごめんね、嘘ついて。どういうこと？じゃあこれは？先輩、好きな人いるんだって。え？で、その好きな人もどうやら自分のこと好きみたいなんだって。でもその相手がめちゃくちゃ奥手で、多分恋愛とかしたことなくて、人とも付き合ったことがないらしくて。で、その人の気持ちを確かめたいから、山下さん協力してくれないって先輩に言われて。食べる？いなり。じゃあ私が食べちゃおうっと。山下は？ん？山下さんはそれでいいの？うまくいくといいね。おいしい。